どうも、はじま九州です。どうも、はじま九州ってのは変わんないんだね。あ、見てー、届いたよ。これはね、iPhone のその、写真フォルダーの画像を貼っ付けただけだから、この白い線があるんですよね。うん、ほら、こう、四角でパンパンパンってやってるんじゃん。だから、完璧バージョンも今度つく。まあまあね。まあ、今度っていうのはなんかすごい近そうじゃん。でも作るんだったらいつか、完璧バージョン、俺の全種類全部違う俺の顔とかさ、そのこういう継ぎ目がないやつとかさ、そういうの作ってみたいなってこと。俺の戦闘服だ、俺はもう無敵だ。え、俺こんな声出せたっけ。え、本当に無敵になってるんじゃないか俺っていうか、いや久しぶりに喋るからね。いやー、でも俺の第二の戦闘服ですよ。あ、耳、おー気持ちいい。いや普通に気違い。これも俺の戦闘服なんじゃないのか。おお、そうだ、これもね、俺の今脱いだばっかの、あ、綿棒が、あー気持ちいいですね。なんか気持ちいいですわっていう、あ、もう口にも出したくないからね。キザキじゃん。俺もこれ、俺の戦闘服これですよ。もう一つはなんかこの T シャツすごい気に入ってるんですよ。うん、あともう一個、こいつね、道大の子か、道大の子 T シャツもあります。はい、届きました。俺こっちですね、基本的にこっちかな。うん、でこれが立って喋るからもうちょっと体映るかな。映んなくても別にいいかな。まあ、戦闘服でね、これは俺にパワーと勇気を与えてくれます。パワー系じゃねえかよ、結局変わんないっていう。いやー、いいですね。あとなんかさ、ようやく気づいたけど、任天堂のやつ許諾取んなくてもいいんだよね、もう任天堂ゲームはよかった。ふぅー、あ、マホトさん逮捕。いや、すごいな、マホトさん逮捕おめでとうございますみたいな言い方でマホトさん逮捕って言っちゃいそうになっちゃうけど、あ、逮捕されちゃったんだっていうね。知らんけど全然、お、逮捕されたのかって思うけど、俺ってやっぱ感情が死んでってるね、明らかに。なんかどんなニュースが来ても、俺が驚くニュースは河本ひろとがまたハイローズ歌うよみたいな、うん、ザ・クロマニオンズがカバーしてハイローズ出さない限り俺は驚きません。うん、ブルーハーツカバーしない限り俺は驚かないんで、てうえーってならないね別に。あとニンテンドースマッシュブラザーズになんかクラッシュバンディクとか、俺クラッシュバンディク全然知らないけど、なんかいたらいいじゃん、バンジョーとカズイとかさ。あとなんだ、出てほしいキャラジーノとかね。俺なんかさ、感性がおかしいんですよ、涙もろすぎるんですよ。バンジョーとカズイ参戦でさ、外人がめっちゃ喜んでるの見て俺泣いちゃうんですよ。もうめちゃくちゃ面白いですよね。バンジョーとカズイ参戦してよ、めちゃくちゃ喜んでる外人見て泣くっていう、そのなんかもうね、あんま年齢言いたくないですけど、もうクソガキにしてね、誰も到達できないくらいの涙もろさ。バンジョーカズー、柴田理恵、6分の5柴田理恵くらいの涙もろさ。うん、柴田理恵にはさすがにかなわないけど、6分の5柴田理恵くらいの涙もろさなんですよね、俺は。だから俺多分葬式出れないです。まあ、葬式はね、きついじゃん、あんな。だって俺めちゃくちゃ泣くんすよ、男なのに。なあ、それもめんどくさいんだよな。うん、男なのにめっちゃ泣いちゃうじゃん。女の子だったらね、いや、でも男でよかったけど、俺はめちゃくちゃ泣く。女でさ、絶対容姿よく生まれてこないし、なんか、女性で生まれていいことってなんだろうな、なんか。生まれていいこと、なんかいいことあるかな。なんかもうエロいことしか思いつかないけど、そういうこと、そういうね、スキンシップみたいな女性同士のができるくらいしか俺はメリットないと思うんですけど、あと何、女性でいいことだって別になんもないよな。なんか子育てやんなきゃいけないじゃん、めんどくさ。でもめっちゃ涙もろくて、もうすごい涙もろいんですよ。なんかね、涙の魔人くらいね、涙の魔人って、今も涙のこと考えたら涙出そうになっちゃってるっていうのは嘘で、普通にあくびしたらっていうのでね、
ああ。でね、そんな感じで、まあ、真帆さん、全然関係ない、真帆さん逮捕で。真帆さんも興味ないから面白くないからさ、全然興味なくて、まあ、逮捕されたんだ、女ぶん殴って。女ぶん殴って逮捕されちゃった。ああ、って感じだけど、別になんか。ああまあまあ断片的な情報っていうかまあほぼ嘘かもしれない情報でだとなんかあれ女不倫二股どうのこうのって言っててそういうキャラでやっていけばいいのにねなんか全然やりますよみたいななんかねそうじゃないんだねやっぱね使っちゃって使っちゃいましたねうんでも俺もねすごいきついなこれ、まあ、女ぶん殴んないようにしなきゃないやでもお酒飲むとさなんかあの本性が現れるみたいなこと言うけどそうでもないけどさそういう本性っていうのは隠して生きていくべきじゃん女ぶん殴っちゃうとかさなんかここ後ろ白いんですね両面印刷のやり方わかんねえからさあの片面印刷なんだよねフルプリント T シャツのなんか意味あんまないけどさ今度ちょっと頑張ってやってみるわ。画像編集オープンでは使わなきゃいけないんだよな。今、顎関節症になっちゃうんだよ。ほら、こんな感じ。あーって。あ、涙出てきた。なんとなく。あーいや、俺の手めっちゃ来てないんだ。うん。だから、書けないんですよって言いつつ、めちゃくちゃ書いてる。なんか大丈夫だよ。あんま言っちゃダメだよな、そういう個人情報とか。まあいいや。お父さんが買ってきたやつ。なんか変な名前とかなんか書かれてたら嫌だな。バレない。大丈夫ね。おーおーおお、おいしいおいしい。雨水です。いやー。やっぱコントローラーいいねって思ったけど、スイッチ2台目欲しいなぁ。でも2台目ってなんかデータがさ、カセット入れたらぶっ壊れるんでしょ？なんかわかんねえけど。めんど。金も。そんなキモくていいのか？何怒ってんだ？いやーでも、ポケモンが発売されるまでには新型スイッチ出るよね。出たら俺買うよ。小遣いダメで。最近欲しいもんね。全然ゲームしかないな。ゲーム。漫画はそれ欲しいけど。すごい中途半端な背中白い。めっちゃ。痩せなきゃな。ちっちゃいんだよ、この服よ。ムカつくな。めっちゃムカついてき、いや違う。ちっちゃいからじゃん。俺も風呂入ってないからだ。体かゆいんだ。風呂入ってねえからだ。風呂入ろう。やっぱ人間風呂入って飯食えやる気出るからね。うん。俺風呂入ってもないし、飯も甘くってないです。めんどくさくてね。いやで飯食うためにはやる気が必要なのに、やる気のためには飯食ったり、風呂入ったり、歯磨いたりしなきゃいけないんだよ。で、あと適度なね、散歩とかしなきゃいけないっていう。きつくね？人生きつくね？俺はもうね、習慣を置き去りにしてまで面白さを選んだ男なんで、まあ、なんか、もこ先生、もこ先生ってなんかおかしいな。まあ、もこさん、もこ先生って呼んどくか、適当に。もこ先生の視聴者にさ、よくいる、まるまる男みたいなさ、まるまるした男みたいな、あれ嫌で。あんま使いたくないけどさ。俺はすべてのね、習慣っていうものをね、人間に大事な習慣を置き去りにして、犠牲にしてまで面白さを取りましたんで、その結果、そこまで面白くなってないですけど。まあね、あ、最近、分かったろ、ゲーム実況むずゲーム実況むずでもやっぱマルチタスクってできないからな、人間やっぱ1個のことしか集中できないからさ、実況に集中するかゲームに集中するかってわけじゃん。だったら実況に集中しましょうよと話でね。あー頭いて、あーう、あ涙の話したらめちゃくちゃ涙出る。どう涙出てる？誰も T シャツ買って、誰も俺のグッズ買ってくんねえわ。それで泣いてんだ、俺が。かわいいなぁ。
なんでそんな大声でかいいなって、大丈夫、背中かいて服とか、ああ余裕余裕、こう言ったんだ、いつでもどんな時でも抜いてよ、入れろよ、そん時は必ずお前14歳にしてやるぜ。誰も買ってくれない、誰も買ってくれない、誰も買ってくれない、グッズドロップボックス月額登録しちまおうかな。うん、なんか意外にさ、パソコンのカメラバグるんだよ、ドドドドドドみたいにさ。スマホだったらそんなことねえからさ、スマホもいろいろ消さなきゃな、なんか。なんか猫店さんってさ、てかさ、女性 YouTuber ってなんで非公開にするの、生放送。そういうところだよな。なんで非公開にするんだろう、あいつら。ムカつくな。あいつらとか言っちゃダメだけどさ、いや、超ムカつくんだよな。メガネットワークのメガネとかさ、いろいろみんなね、小走りさんとかもさ、なんか YouTube の動画とかも非公開しちゃってさ、バリバリメガネさんとかバリバリ行きますぜみたいな感じ、バリバリ系女子じゃん。なんで生放送消すって、ライブ感がとか言い訳じゃん。単純にさ、自分のその生放送はそんな綺麗じゃないから、YouTube ってやっぱ不都合なものを消していく。ワンピースの世界政府みたいなもんなんですよ、まあ、YouTuber っていうのはね。だからそういうことを考えると、まあ俺は猫伝さんの非公開にした放送を生放送してるってことは、まあね、労働ポーネグリフを作ってる人、もしくはね、クローバー博士みたいな立ち位置になってくるのかなとは思いますけど、ね、すまねえな、ワンピースで例えんなよ。いいな、風呂入んなきゃ。いやー、この服着るといいな。なんでフルプリント T シャツあれくらいでかくできないんだろう。あれくらいって言ってめっちゃでかいんですよ、道大のこう T シャツ。っていうか俺のデザインって、俺が好きな人にとってすごい嬉しいグッズだと思うんですけど、俺のグッズやっぱ俺好きなんですよ。やっぱり俺の描く絵っていうもんはすごく良いんですよ。いいもんですよ、俺の絵は。ああ、絵の知識なんて何一つないけど。ああ、それがまたいいよね。味じゃなくて、普通にもう、羽島清志郎が描いてんだから、もういいだろっていう話でさ。でもなんか、ゲームに名前つけるとき、どうしようかな。羽島清志郎、どっちつける？羽島の方がつけようかな。まあ、清志郎だろうな、普通に。羽島清志郎って。あくびがすごい。かゆ、体めっちゃかゆい、風呂入んなきゃ。この服合わねえわ、かゆくて。なメッシュなんだよな。お、は、あ、あ、あ、肌見えちゃった。自意識過剰くん、自意識過剰くん。あれですね、ネタバレですけど、普通に5等分の花嫁の後からネタバレするスタイル。あ、腰痛、あ、やっば、おしまい、おしまい侍。いや、全然おしまい侍じゃないですけど、ちょっとね、腰痛いんで、やっぱ立ってしゃべんないけど、立ってしゃべんない、股間かゆいな。立ってしゃべる準備する、あと服脱ぐわ。風呂入ってきたらまた別格なんだろうな。股間かゆ、迅速に風呂入った方がいいよな。何してんだ俺は。はい、じゃあ、どうぞどうぞどうぞ。